皆さんどうも、マキューです。今回は次回イベントが判明して、やっぱり気になってくるのが次イベントのね、形式だったり、どんなキャラが登場するのっていうところだと思うので、それについてね、今回は話していこうかと思います。やっぱまずは一番ね、重要になってくるイベント形式からね、話していこうかと思うんですけど、今回ね、まさかのなんか水着というか夏をテーマにしてるのかな、謎のねシリーズものではなかったんで、かなりね形式の予想はねしづらいよね。これね、何が来るんやって感じだと思うんですけど、まずね2枚目のホロライブがおはじきだったんで、さすがにねおはじき2連チャンはねないと思うんで、まあ、それはないとして、最近ねコメント欄とかでもね結構来るんですけど、ゲートそろそろ来るんじゃないのってなるんですけど、ゲートはね個人的にほぼ確でちょっとないかなと思ってるんですよね。やっぱなぜかというとね、ゲートってあれじゃないですか、あの HP を送り合えるじゃないですか、フレンド同士で。だから結構ね、もうガチ勢とかは特攻なしで結構てか余裕でいけたり、まあ初心者さんでもね特攻引けちゃえばある程度簡単だし、なくてもねマジでそのフレンドとの協力で頑張ればある程度攻略できちゃうんで、やっぱ運営としてはね売り上げがね多分悪いんですよね、ゲートはね。だからねさすがにゲートはね来ないんじゃないかと。まあ来たら難易度も鬼だろうしね、結局来てもどうなんっていうところあると思うんで、まあゲートはさすがにね、昔もね一時期ねいきなり来なくなった期間あったんで、今もそういう期間でね難易度とかね仕様変更してるのかな、どうなんだろうって感じだと思いますね。まあゲートはちょっとなさそうかなと個人的には思ってますね。で他で言うと、やっぱスタミナでね言ったらおはじきがないならゴルフはって なる人もいると思うんですけど、ゴルフはねさすがにね前そのねホロライブの前がマップでその前がゴルフだったんで、まだ早いかなと。しかもスタミナ2連チャンはさすがにね、またかよってね運営さんに多分ね、言われると思うんで、言われるとか運営さんにね言う人がいるんで、おそらくゴルフもさすがにないんじゃないかとね、前来たところなんで。ってなるとマップもさ前来たところやんっていうのもねあるんですけど、あの6月後半違うごめん7月8月8月後半かに来たところやんってなってると思うんですけど、やっぱマップはねちょっとね本当にわかんないんよ。そのね一回違うね形式挟んだらすぐ来るんで、なぜかね運営さんはね、マップは全然来る可能性ある。で武道会も全然来る可能性はねあると思うし、であとレースはさすがにないかな、評判悪すぎし3月から来てないんで。そうなるとね、マップオア武道会あたりがね、怪しくなってくるんじゃないかなと、個人的には思ってますね。特にやっぱマップかな、結局ね。大体上さんね、もうね、困ったらマップ一回出してくるんで、おそらくこのマップイベント来るんじゃないかなと。まあゲートもちょっとあるかないか、どうだって感じなんだけど、まあ、マップが濃厚かな、いつも通りって感じかな、思ってるのは。まあそんな感じかな、イベント形式についてはね。ちょっともうね、予想もしづらいしね、難しいわ今回はね、何が来るかはね。まあ個人的にはマップが来るんじゃないかなと予想しておこうかなと思いますね。はい。で次がねキャラについてね、話していこうかと思うんですけど、やっぱイベント予告のページの方が分かりやすいかな。戻ってじゃあ一回ずつね話していこうと思うんですけど、まずねこのセンターにいるね夏目かな、これコメント欄教えてもらって、鹿がね変身した夏目かな、変身だってるか分かんないけど夏目っていうキャラで、このキャラおそらくねランクで言うとウルトラ Z になってくるんじゃないかとね。まあ予告でもこれセンターにいるんで、まあ次イベント主役キャラにもなりそうだしね、イベント予告のねこれ書かれてるし、まあおそらくねウルトラ Z のキャラとして登場するんじゃないかと。で続いてこのね封印の強敵のね砦として登場しそうな、このね悪い顔しているメラメライオンかかんないけどね、このキャラもねおそらく封印でねドロップするんじゃないかなとね。だからそここのね、夏目とこの変なねメラメライオンみたいなやつは入手法おそらくね、夏目がガシャでメラメライオンが封印強敵とかにねなってくるのが濃厚じゃないかなとね。もう敵ってもうメラメライオンしかいないじゃんこれね、見た目的に明らかにね、他キャラちょっと悪者感があんまりないんで、まあ、それはね基本濃厚になってくるかなと。で続いてねこのねなんかちょっとオーラをまとってるお松ですよね、このキャラおそらくね超覚醒を待つみたいな感じで登場して、まあ Z ランクの枠になりそうかな。まあちょっとさすがにダブデとかあんまりなさそうなんで、おそらくね Z ランクで超覚醒を待つで登場するんじゃないかなと。であとねこのね、下にいる残り4体はねまさかのですね、これね妖怪ウォッチワールドからのキャラなんですよね、コメント欄とかでも教えてもらったんですけど、いやそうなんだって調べたら本当にそうで、名前もね判明しておりまして、左からコンタン、トコナツアロハ姫みたいなやつだったっけな。で、スノーラビーって、あ、待って、先に夏男か。その後スノーラビーってことで、
まさかのなんかね、夏っぽい名前ばっかっていう、おい、ちょっと夏も遅くで来るのみたいなね、感じだよね、これね。本来これ8月前半後半あたりに来るイベントじゃないのってね、思ったわ。これ知った時ね。で、まあ、左からコンタンなんて、まあもうプニプニもね、登場してるわね、プリチーの SSS とかでね。で、これビーチ姫かと思ったらね、アロハ姫っていうね、このキャラめっちゃデザインもいいしね。まあどうだろうね、砦とかで登場しそうではあるね。うん。で、このキャラがまさかの晴れ男ではなく、夏男っていうね、まあどうでもいいわって感じなんですけど、で、これがね、まあまあ人気なスノーラビーかな。うん。まあみんなね、妖怪地ワールドから4体、で、すでにいるキャラが、まあなんか変身というかね、いろいろなって3体ね、夏目、お松、まあメラメラやんち、名前合ってるかわかんないけどね。まあそんな感じかな。なので、次、最初は7体来て、まあさすがに7体は少ないと思うんで、おそらくね、トリゼの追加キャラが8体目としてね、来るって感じのイベント構成になってくるかな。うん。でもなんかね、キャラ数が少ない時って、ゲートが来やすいとかなんか聞いたような、いやでもあんま関係ないか結局ね、どうなんだろう。今回7体スタートだからちょっといつもより1体少ない感じなんだよね。どうだったっけ、7体の時もあったっけな、ちょっとそこあやふやなんだけど、まあでも8体の時も当然あるはずだからちょっと少ないのかな、1体ぐらいはね、最初はね。うん。てか最終的にも1体少なくなるんで、まあちょっとどうなんだろうね、言われてみるとゲートもあるかなとは思っちゃうんだけど、でもなんかね、こんなにゲートやっぱ5ヶ月とか来てないとね、5ヶ月もっと来てないか、7ヶ月か来てないと、もう来る気が正直しないんだよな。うん、いきなり復活してくるかっていうところもあるから、どうなんだろうね。うん、まあキャラとしては、こんな感じかな。ちょっとね、疑問に思ったのが、これね、夏目と、例えばコンタンはプリチーじゃん。で、ビーチ姫じゃんは、なんか、常夏姫と、晴れ男と、あ、ごめん、夏男か、と、お松がポカポカじゃん。だから、種族がすごい被ってんだよね。おそらくスノーラビー不思議、メラメライオンが勇ましいって感じになってくると思うんだけど、種族がめちゃめちゃ被ってるから、あの、ゲートイベントとかね、ゴルフとか、その辺出すと種族がね、めっちゃ相性良くなって、結構簡単になりそうだから、そういうのも考えてね、マップとなるんじゃないかと。でも考えすぎかな、それはね。どうなんだろう。ちょっと考えすぎかもしれないけど、そういうことも考えると、まあ、無難にまたマップイベントがね、種族とかも関係あんまりね一緒でもないと思うんで、まあマップなんじゃないかなと。しかも今やめでね、やっぱみんなワイポも減ったと思うしね、全然稼げてない人が多いと思うんでね、まあ誰でも稼ぎやすいマップイベントがね来るのがいいんじゃないかとね。ゲートは正直初心者さんからしたらね、全然稼げないイベントには結構なってきちゃうと思うんで、まあ普通にね、ある程度は誰でもねワイポイントを稼ぐことができる、まあ、マップイベントでいつも通り来るんじゃないかなとね思いますね。うん、まあ皆さんのね、イベントのね、形式予想とか、俺がね、気づいてないけど、他にもね、キャラについてね、分かることがあったら、よければコメント欄でね、変えてくれればいいかと思います。はい、ということでね、もうね、次イベントもね、残りもう数十時間後に、これ昼ちょっと後ぐらいにね、上がってると思うんですけどね、もうちょっとでね、始まるということで、一応ね、今回も新イベントのね、生配信やるのでね、20分30分かな、うん、時間が合うよって人はね、土曜日スタートってことで、みんなでね、配信で盛り上がって、新イベントね、攻略、今回も最速でね、していけたらいいかと思います。はい、ということで、今回の動画は以上になります。よければ、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。